はい。よ、さっきのバトルどうだった？今度俺相手よ、しっかりやろうぜ。お前の首より襟足切ってやろうか。おい、しっかり見ろ目、バチバチの試合俺がしたくて来てんだよ。おマイクの使い方教えてやろうか。さっきのバトルじゃねえけどお前はどうだ。お前に教わるまでもなく、マイクの使い方心得てるから大丈夫。小錦ちゃん体重の割には言葉が管理フライト、まるで風船のようになってる。俺もパンチラインは落としてくぜ。この空間に言うヤンキーなら泣き、しっかり穴開けてやるよ。どこに穴開けんの、こんな分厚いんだぞ。おいしっかりやってみろよ。お前のライムフローが全然できてないのに、内容詰まって俺のこと倒せるんか。いや俺が指導だ、一回戦勝ててよかったね。でもここで終わりさよなら、帰るのはダメ。俺の決勝見てしっかり帰りな、マザファッカー。おい手震えてんじゃねえかよ。現場慣れてねえのかよ。つうかお前みたいにリズムリズムリズム言ってるやつは絶対に中身がないんだよ。自分の動画チェックしとけ。それとも俺が決勝に行くから、本当に決勝行って優勝するやつのラップ見とけ。こっち実証済み、1度2度3度ワンハネ、俺はかけるこの刹那。資料レディファイ。俺の相手がダニエル、言われ飽きてるかもしんないけどマジデブ。だからお前ビッグフェイス倒してビッグネームがゾーティー、だからこそ俺の狂気見せてやるぜ。面白い例え話なんかいらねえ。俺の見た目はのび太くん、それでドラえもんでももじってみたらどうですか。ゾーティーの前に俺が倒せない、ドッキーコング最初の相手お前が潰れるゾーティーだ。結局お前は雑魚キャラなんだ、勝てやしねえよ。ビートの裏じゃ礼儀正しいんだから、しっかりとここでも礼儀正しくしろよ。お前は手にプリの高さ、俺には及ばねえ、まだまだだね。おいここ入ってくんな、哲学ゾーン、哲学二密のところ。お前は全然足りてねえんだよ。全く分かってねえ、やっぱ例え話ばっか出してテニスの欲しさはどっから拾ってきてる、ネタ考えてんじゃねえや。そういうとこが気に食わねえ雑魚から、前回チャンピオン絶対勝つからな。お前みたいなやつが大嫌いなんだよ。礼儀正しいバトルだぞこれ、この野郎。関係ねえよそんなことばっか言って、優勝に溺れてんじゃねえぞ。優勝に溺れ勝ちになんない、俺が食らわす風林火炎残雷、つまりサラダ五感を奪ってグラップのごとくこの場かましていくだけだ。そうそう五作お前マジ無理、お前のショット切り刻むドライブビー。終了ファイ。ドラマチックなビートの上、8小節2本じゃ語りきれねえ、161本でも語りきれねえぐらいのバトルをお前と繰り広げる。適当なディス、適当な豆知識、ググればれてくるような言葉。さっきのバトルじゃねえけどさ、俺は街の匂い、お前の街どんなもんか聞かせてみろ。 OK Google 検索できない、言葉一知識まだ頭の中、矢先矛先まだ耳インプットから脳内させる血液循環。俺の言葉フローまだ耳を届け、俺のフレーバー漂う街の色なんかなし。あんたの言葉確かに間違いない、これはあくまでもドラマじゃない、フィクノフィクション、yeah. 届くお前の言葉、俺の耳にもしっかりと届いてる。また轟かすオートフォーカス、ピント画面の向こうじゃ映まらないものが現場、そこにあるぜ、それが MC バトルのいいとこさ。一瞬のひらめき、そしてフリースタイル、これはバトルだけどお高い、まあドラマチック。You know what I'm saying? ドラマチック、自分の色式を利用日、春夏秋冬巡る季節、今じゃ冬、はあ、サボイクバトルなってきちゃいないかも。あくまでホットじゃなく俺はクールなスタンス、ガメルビートはめるビーツ、いや約1年経ったけどこの場所今じゃ立ってる、ステージ上変わることない、マイクロフォン掴みたい、今日は優勝期間数終了。いやいやレディファイ。おしゃれな服におしゃれな帽子、おしゃれなメガネにおしゃれな靴、しっかりと自分を聞き飾ってる、打ち立てマイクでちゃんとしっかり聞き飾りたい。そうまだまだ言葉数少ない、言葉巡らしながらやる、マイクで一本商売が勝負。
俺商業の白にしたバイ。ありがとうサンキュー、受け取ったバッチリリスペクトだけど、まだバトルリスがないと、まだ K-POP is it go。 言われてもまだ仕方がないの、まだ大乱闘、みんな顔ぶれ一緒出たかもしれないけど、まだオーナーいつでもロンロン、まだやだだ。なんか洋楽かぶれ、ドクターアッシュ、ドクターどれが好きらしい。確かにいいな、うちも好き、よく聞いてたけど、あんたかは感じない。そのスタンス何言ってんのか、憧れだったらちゃんと 100% でやりきりな。英語使えるのかな、使えないのかな、どっちもいいけど、スーパースで最後かましてみてよ。リスン、まず曲聞きな、ラップするまずほらパッキーオーサム、言われてお前画面そうはなし、マジもドクターいつでもラップしてる、それだけだろ。あ、お前が英語使えとか言うだから、また乗せられたとか言ってるけど、まず乗せた俺、まずビートの上歩き出したら止まらない。 Man, OK 終了、レディー、ファイト。いえ、まずはおのぎ、これを殺して、Yo、MC やキスオバ、一回戦突破おめでとう。自分を褒めまくって、会場も上げていこう。そんな感じのテクスで、俺のやり方さ。ねえよ、身長が同じくらい、お前をちょっと上から見下ろせはしねえが、同一のレベルぐらいだな。ねえよ、感じも仕方がねえぜ、楽しもうぜ。ここから、もっと調子上げていこうぜ、一歩。いえいえ、いえ、別に喋りに夢中になるのは、いいんだけど、マイクそこはちょっと遠すぎやしないかな。さっき自分の髪の毛焼きそばとか言ってたけど、焼きそばにしてはちょっと短すぎだかな。おいおい、俺焼きそば、俺も大好きだけど、俺はちょっと今日は食べさせてもらいます。腹減ってる焼きそば、俺の言葉聞かせるだけで。 What's up?いやいや、申し訳ねえな、俺高校生だからよ、あの頭髪検査があるから引っかかっちまうんだよ。メバリな焼きそば俺の醍醐味、それがなくても大丈夫、天然パーマ。しっかりと聞いてるこの会場で、お前はなんだその見た目、全身黒だな。えよ、どこかに紛れ込もうとしてる子羊のように見えるけど、お前はそこら辺どうなの。Yeah、 あんたも高校生、俺も高校1年生、15歳だ。お前と同い年かもしんないな。俺もそう、頭髪検査あるから、丸坊主の伸びかけだから帽子かぶってこの場所に来てんだわ、ポーケが。おい、イェイイェイ、しっかりとやりましょう。言葉ビート上乗りこなす、まるでいい風調子が、お前がなってないスキルが小さすぎる。お前の言葉キモもいいリスボーシ、はあ、終了、はい、よー。人間の匂いがするぞ、まるでこれなら千と千尋、まるに出てくる千と千尋、ゴミ知りお披露、ここでまたもここ登場。楽しくやりたい調教、お母ちゃんと父ちゃんは豚か、調教する湯婆婆みたいに、そういつも通り楽しめ、ラップってのはいつも通り上がっていくのさ。よ、両親は豚じゃねえよ、お前は先から女の話ばかり。よ、お前はそう下ネタ並べるようなクソな男で十分さ。よ、私はまだ16、お前よくあるなら行け風俗。よ、そんな感じ、お前はその場でこの世界から排除されろよ。どう見てもワンバース目下ネタがない、あれは生っ粋のジブリ、ビブリ手ブリ、何をしても叶わないもの。女男はだいぶ平等にあるから、俺は見てないぜ、楽しく自分の世界、そこの中でまたブラックボックス収まることはない。出てくる空間の中で俺はいつも通り楽しくやるだけ、それが言いたいだけ。よ、私にあるよジブリの世界観、千と千尋、お前結構嫉妬してるんじゃねえか、私の方が有名だってことさ。よ、毎日のようにいろんなもの吸収してるから優秀なラッパーになれるよ。よ、私毎日学習してるから110の鬼カムリカムル。終了、レディー、ファイト。染み垂れたビートの上、また鍋やかんの空気蒸気が、またも染み垂れた煙のように、また自分を隠してくれるらしい。影隠れの男、登場、ウエスト東京からまず発信、 MC として16切らにゃ、俺はまだまだラッパーになれねえ。それじゃダメ、親になり子供を育て、また薬に手を出すやつら、人としては慣れたてねえ。中指立てて全てを塞ぎ込むような感覚、わかるかな。
全てをパーの中でまた握手ピース親指小指立てて円弧詰めグッドサイングッドサイン突破そりゃそうさ親子なっても水いらずビーツの中自分で影探したそれだけ煙のように消える化けパナイタのお酒と化けかす言うことないあんた俺は好きさ介護も世話になってるからここで負けるわけにはいかねえんだあんたのホーム乗り込んできたいつもは千葉あん時に会ったお互い魂削り合っただけの今日埼玉048手元波な言葉出しながらかなんて顔してんだ笑えない笑わせんだね終了エルブアカペラ30秒1本レディファイトYeah, yeah. まずはごめんな DJ 今日は最高のショーケースかましてくれてるぜ今までナイスなビートマジで最高潮なこの会場上げてくぜまだ俺のフリースタイルエンデアカペラ30秒ならばまだ感中症みたいなでも俺なら感傷症っていう話だぜお前感動症まあ、頑張ったけど俺には勝てねえしょっていう話だでディスは簡単俺は先行お前をディスることなく倒すぜなんて言葉言わねえ見た目もラップもエネミーのレッカバンみたいなもんだろ俺こうやって Yeah, しょしょしょ、バカ言ってるクソ、いらねえって話、俺がまた若いもん、2番センチなら俺お似合いのことは知ってる。伊達メギリの2番センチ、オーライ、そういうことだぜ、メカメ、合わせるだけ、それでしか見てねえならダメ。DJ、音流せないか、お前流した瞬間に俺に負けること確実、だから30秒で入れてきただけ、またやってる貴重のクローン、より俺はビートでフローした方がいいと思うぜ、雑魚ならお似合いかぶってる火星方形、それ封筒、オーケーオーケー、まだ封筒。終了